はい、こんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。今日は前回の1週間の食事の後編になります。前編を見てくださった方どうもありがとうございました。早速後編いきたいと思います。本日4日目は舞茸としめじのペペロンチーノになります。まずはニンニクをフライパンに入れてからオリーブオイルを入れて弱火でゆっくり火を入れていきます。ちなみにお湯はですね、1リットルに対して塩 1%、10g を入れました。で、僕はこの料理のレシピはですね、 YouTube とかクラシルを参考にしています。はい、鷹の爪を入れていきます。僕は辛いのが好きなので種も入れちゃいます。はい、それではパスタを茹でていこうと思います。まあ大盛り1人前ぐらいな感じですね。はい、ニンニクに火が入りましたので、これから、舞茸としめじを入れていきます。はい、入れましたらよく炒めていきます。はい、炒めましたら、茹で汁お玉1杯分入れていきます。ここでしっかり混ぜ合わせたら一回火を止めておきます。はい、お皿を今温めてます。まあ、20秒ぐらい温めました。取る際は火傷に気をつけてください。はい、茹で上がりましたので、まずはお湯を切っていきます。はい、でフライパンに入れまして火をつけます。はい、そこにオリーブオイルを追加で入れてから混ぜ合わせていきます。はい、沸騰しましたので火を止めます。そして少し混ぜ合わせたりとかフライパンを煽って完成です。はい、ゴムベラで、全部ですね、入れていきます。舞茸としめじのペペロンチーノの完成です。はい、いただきます。早速食べていこうと思います。ニンニクの風味とキノコの旨味、そして鷹の爪のピリ辛、うまいです。少し思ったのが、僕は味が濃いのが好きなので、まあ、茹で汁の塩の量は 1% じゃなくて 1.2%、まあ、12g でも良かったかなと思いました。そしてサムネイルにもある通り、僕は現在ほぼ無職なんですよ。今この YouTube だけしかやってないんですけども、この YouTube だけではまだ食べていけない状態なので、まあ、ほぼ無職というふうに書かせてもらっています。まあ、そういった状態でも、まあ、食事はしっかり自炊をして栄養があるものを食べていきたいと思っています。ごちそうさまでした。それでは5日目いきたいと思います。はい、ということで5日目は醤油ラーメンを作っていきます。まずはチャーシューと醤油だれを作っていこうと思います。豚バラブロック、買ってきたものを半分使いました。それを鍋に入れて醤油を入れていくんですけども、豚バラが浮き上がるぐらい入れました。はい、そこに生姜も入れていきます。はい、それでは沸きましたので、ここで火をごく弱火にします。その後キッチンペーパーで鍋蓋にしたんですけども、ちょっと普通の蓋に変えました。様子を見ながら45分が経過しました。ここでですね、生姜を取り出していきます。
はい、そうしましたら蓋をして様子を見ながらあと45分間煮込んでいきます。はい、ということで完成しました。まずはチャーシューを取り出していきます。はい、チャーシューこんな感じです。あとで切っていきます。そして醤油だれもいい感じにできました。はい、それではチャーシューを切っていこうと思います。チャーシューは結構熱いので粗熱を取ってから切ってます。このチャーシューうまいんですよね。まあ、ラーメンはもちろんなんですけども、チャーハンに入れても美味しいです。はい、一回ここで包丁とまな板を洗っていきます。ナルトを切っていきます。はい、そうしましたら先ほどの醤油だれを大さじ1杯ぐらい入れていきます。そこに鶏ガラスープの素を小さじ1杯入れます。はい、そして味の素を8振りぐらいしました。はい、ネギも入れていきます。そして中華麺ですね、今日も中華麺使っていきます。はい、まず丼にお湯を入れていきます。先ほどラードを入れ忘れちゃったんですけども、ラード入れるとすごくこうまろやかというか濃厚になってすごく美味しいです。はい、でよく混ぜ合わせまして、はい、麺をですねしっかり湯切りをしてから入れていきます。はい、で整えまして、そこにチャーシューですね、チャーシューとナルトを入れていきます。はい、最後に追加でネギを入れたら醤油ラーメンの完成です。はい、いただきます。まずはスープからいきます。まあ、醤油のキレがあってうまいですね。でこのチャーシューはですね結構しょっぱくて、これはご飯と一緒に食べたらですねすごいご飯にも合います。実はこの醤油ラーメン作り2回失敗してまして、今回3回目なんですよ。チャーシューを作るときに弱火で放置してましたら、まあ、このように蒸発しすぎてこう失敗してしまいましたね。で昨日1回失敗して、で昨日はもうやる気なくなっちゃって撮影せず、で今日これを作る前に1回ちょっと失敗しました。なのでチャーシューを作るときはしっかり蓋をしてこまめに様子を見ながらやることによって何度か成功しました。はい、荷物が届きました。こう YouTube をですね撮影しているときにこう荷物が届くっていうのは YouTube あるあるだと思います。はい、それではスープも全部飲んで完食しました。ごちそうさまでした。はい、それでは6日目いきたいと思います。はい、6日目はナスとピーマンの味噌炒めになります。まずはナスを切っていきます。パスタとか、まあ、ラーメンも美味しいんですけども、やっぱり野菜も取っていかなければだなと思いますね。撮影はスマホを首にかけてやってるんですけども、だいぶ上達したなというふうに思いました。ピーマンも切っていきます。はい、切り方は適当です。はい、それではフライパンに油を敷いていきます。ナスが結構油吸うんで多めに入れてます。はい、そうしましたらナスの方から入れていこうと思います。
はい、炒めながら味噌のタレを作っていきます。砂糖小さじ2、醤油小さじ2、で味噌大さじ1、みりん大さじ1で作っていきます。忙しいですね。初めに作っておけばよかったですね、このタレを。はい、そうしましたらピーマンも入れていきます。少しピリ辛にしたかったので、味噌だれの中にラー油も入れていきます。はい、ナスとピーマンに火が通ってきましたら、ここで料理酒を、大さじ1ぐらい入れていきます。ナスの量が多いかなと思っても、こういう風に炒めていくとナスってこれ結構縮んできますよね。はい、そうしましたら味噌だれを入れていきます。はい、しっかり絡めていきます。味噌のいい香りがしますね。はい、これ完成ですね。はい、ナスとピーマンの味噌炒めになります。ご飯大盛り。はい、それでは食べていこうと思います。追いラー油をかけていただきます。うまそうですね。まあ味噌ラーメンの時もそうだったんですけども、やっぱり味噌ってうまいっすよね。こう日本のこう昔からあるものですけども、やっぱり健康にもいいですし、味噌も積極的に、食べていこうと思います。ナスに味が染みてて美味しいです。でピーマンもすごく美味しくて、最近ちょっとピーマンにハマってます。なんかチャーハンにピーマンを入れたらうまくて、最近それを作ってますね。ちなみにこの日のもう一食は醤油ラーメンでした。まあ、昨日作った流れでですね、醤油ラーメンをまた作りました。はい、完食しました。ごちそうさまでした。それでは最終日、いきましょう。はい、で最終日なんですけども、カレーになります。今日は普通のカレーを作っていこうと思います。僕がよく行っているスーパーでベーシアというのがあるんですけども、そのベーシアで106円でカレーの量が売ってましたので、なるべくお金を使わないでカレーを作っていこうと思います。普通のカレーとは言ったんですけども、僕あんまりこう材料がこう大きいのがゴロゴロしてるのがあんま好きじゃないので、小さく切ってますね。カレーって本当にその家庭によって味がいろいろありますよね。皆さんはどういったカレーがお好きでしょうか。はい、野菜切り終わったので、次は鶏肉を切っていきます。鶏肉は胸肉を使っています。僕は鶏の皮がちょっと苦手なので、鶏の皮とか、筋を今切ってます。やっぱり胸肉は安いですし、油も少ないのでヘルシーで美味しいですよね。僕はほとんど胸肉ですね、カレー作るときは。Thank you.
胸肉もなるべく小さく切りました。はい、それではフライパンに油を敷いていきます。はい、まずは鶏肉を焼いていきます。はい、ここでしっかり、両面を、まず焼いていきます。そして、塩を、2つまみ程度入れました。はい、ここで野菜を入れていきます。で、野菜を入れて結構炒めました。はい、そこにニンニクと生姜を入れていきます。はい、でしっかり絡めたら水をですね 500ml 入れました。はい、そうしましたら弱火から中火にしまして20分煮込みました。で、1回アクを取りました。ちょっと火が強かったのでもう少し弱めました。はい、ここで鶏ガラスープの素を小さじ2杯入れました。はい、時々かき混ぜながら20分間煮込んでいきます。はい、20分経ちましたので火を止めてルーを入れていこうと思います。はい、でまずはルーを2かけ入れたんですけども、この2かけで大丈夫でした。はい、ここからですね、コーヒー大さじ1、ウスターソース大さじ1、ケチャップ大さじ1を入れました。はい、そうしましたらここで弱火から中火ぐらいにしまして、とろみが出るまで再び煮込んでいきます。少し水を加えました。はい、いい感じになりました。完成ですね。はい、カレーライスの完成です。はい、いただきます。カメラを回し忘れていまして、ちょっと分量が減ってるのはここだけの話に、させてください。はい、今回ルーはすごく安かったんですけども、鶏ガラスープの素を入れてみたりとか、コーヒー、ウスターソース、ケチャップ入れたりなんかして、すごく美味しくできました。で、この日で1週間の食事を取り終えたので、今日はお菓子を食べながら飲みました。そして締めでまたカレーを食べました。はい、ルーがなくなったのでおかわりしました。はい、ということで美味しかったです。前編後編と見ていただいてどうもありがとうございました。そしてリクエストどうもありがとうございました。この動画がいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。さようなら。